法皇の湯金貨湯は、北海道島巻郡島巻村、泊川、支流小金井沢川沿いにある温泉の湯である。温泉法に基づく温泉ではなく、正式な名称も決まっていない。文献やサイトによっては、小金内沢温泉、小金の湯、金貨湯,金湯、黄金湯、黄金温泉などと表現されることもある。ここでは、使用頻度が一番高いと思われる。 金海油の表現を用いる。での報告を見ると、源泉温度摂氏45度弱、pH6.5 前後の中性光温泉のようである。大量に白い湯の花が生成されること、石灰化の成長が早いことから、硫黄、カルシウムが豊富に含まれていると推測される。泉色は、無色透明であるが湯の花によって白濁している。やや硫化水素臭がする。 お島山中の奥深く、ブナの原生林に囲まれた北海道でも、屈指の秘湯である。一番大きい原泉は、小金井沢川横の高台から湧き出しており、高褐色の石灰化ドームを形成している。原泉のやや下には、先人が掘った湯船があり、通常はそこを利用する。見晴らしはよく周りの山々の様子を眺めながら、入浴できる。 周辺にもいくつか少量を輸出の源泉がある。サイトによっては、大番小番の湯、鳳の湯などと名付けている。昭和30年代に鉱山調査のボーリング中に偶然湧き出た。昭和の末頃までは、温泉のすぐ横までトラック通行可能な林道があったが、現在は廃道となっている。村有林道地早やがー内線の峠付近までは、車両通行可能。 そこから先徒歩で約2 3トル約6時間。ヒグマ対策は必須。ゲートから約9トル付近までは定期的に林道の整備がなされているが、その先の林道は整備されておらず、道路崩壊。道の両側から中央にまで草が覆い茂っている箇所もある北海道道836号島牧ピリカ線の終点から入るルートは、 直線距離は短いが、道は各所で断絶しており、泊まり川の沢登りを余儀なくされる。ありがとうございます。